プラスって書いてるやん、完全に。あなたの若い時のキリスト系を覚えよう。もう若いからな。もしかしたら俺はここですごいこう人生のためになって入信するかもしれないし。知り合い？なんか始まった。バンドでするもんかな。仲間に入られへんから。マイクは。久しぶりです。はい。イエス様を信じる方だ。イエス様ですか。はい、信じてます。ハレルヤ。はい。工藤新一っていうんですけど、あのいろいろ世界とかを旅してたんですよ。お金が全然なかったで、ロシュットとかしてたんですけど、でそのキリスト教の方がご飯とかをごちそうしてくれたりとか、いろいろこう助けていただいたんですよ。じゃあ何ですか。タブレットで、はい、写真見てやって、はい、兄ちゃん写真見てた。木村優子と言います。紹介します。お願いします。座学苦手や。そしてこのイエス様が見たまに、体に合わん。見たまに頑張る。吐きそうなんだ。やめろ。さっき、このイタズラありましたからね。あと、オカマの悪に使えているよ。オカマの悪霊から解放されて、イエス・キリストによって、この魂から手で受け。あるいは、イエス・キリストの名によって、この兄弟に油を注ぐ。ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン、イエス様の、オーレル助けと、イエス様の驚く、ありがとうございます。お疲れ様です。いや、個性派ぞろいがすごいわ。すごかったね。すごかった。いやね、やっぱこう宗教とかいつもよう分からへんけど、でもなんかこう悩んでる時とか、なんか困った時とか、こう何かこう信じるものがあるっていいよな。この人、ゆで卵食べてない。シメオンっていう歌にそこで赤ちゃんを運んで予言をした人。